にお越しいただきまして誠にありがとうございます。これから皆様を模型列車の世界へとご案内させていただきます。この鉄道歴史ジオラマでは HO ゲージと呼ばれる鉄道模型が使用されています。新幹線車両は実物の87分の1、一般車両は80分の1のスケールでミニチュア化され、レールの幅は 16.5 ミリです。レールには直流 12V の電気を流し、車両に搭載されたモーターを回転させています。またレールの総延長はおよそ350メートルにも及んでいます。まだ静かに眠っている街の中を夜行列車が通過していきます。朝、通勤電車や各地へ向かう列車が走り始めました。ステンレスのボディにオレンジとグリーンのラインの電車は通勤通学に利用されている211系電車です。この電車は高崎線をはじめ東北本線や東海道本線などでも活躍しています。高架線を行く新幹線電車をご覧ください。クリーム色のボディにグリーンのラインが入った電車は東北上越新幹線のオリジナルカラーの200系電車です。白いボディにブルーのラインが入った新幹線は300系電車です。現在0系や100系に代わる車両として光号や小玉号で活躍中です。首都東京を南北に貫く京浜東北線で使用されている209系電車が発車しました。ステンレスのボディにブルーのライン、省エネ設計のこの電車は従来の概念にとらわれず、作りやすく、使いやすく、乗り心地も良く、そしてエコノミーにというコンセプトで誕生したものです。赤い屋根の電車は東京や横浜地区と成田空港を結ぶ253系成田エクスプレスです。レックスの愛称で親しまれ、海外旅行客の輸送に大活躍しています。おなじみの列車の後はここ横川と軽井沢の間に鉄道の難所としてそびえてきた碓氷峠についてご説明していきましょう。横川軽井沢間の鉄道路線はわずか 11.2 キロですが、横川の標高は386メートル、そして軽井沢の標高は939メートルと、その差は553メートルにもなります。このため 66.7パーミルの急勾配が8キロ余りも続くという我が国の鉄道切手の難所となりました。明治26年、線路の間にラックレールを敷き、これと機関車の歯車を噛み合わせて坂を登るというアフト式鉄道として開業しました。横川の駅に189系電車を使用した浅間号が到着しました。
幹線開業まで横川軽井沢間ではここを通過する全ての列車に補助機関車 EF63 が連結され、列車を押し上げたり坂を下る列車のブレーキの役目を担っていました。2台の補助機関車 EF63 を列車の後ろに連結し、いよいよこれから碓氷峠に挑んでいきます。ここが鉄道ファンの注目を集めた碓氷峡です。手前に見えるレンガ造りのアーチ橋がアプト式線路の敷かれていた旧線、奥の2つのコンクリート橋は新線です。この189系浅間号は機関車に後押しされるだけでなく、電車も自力でモーターを駆動する協調運転方式が採用され、それまではただ単に後押しされるだけだった電車もより多くの車両が連結できるようになり、輸送力は大幅にアップしました。アプト式鉄道として開業した当初は蒸気機関車が使われていましたが、輸送力は小さくトンネルでの煙にも悩まされていたことから、1日も早い電化が望まれていました。開業から18年経った明治43年には電化工事に着手、翌44年に完成し、後に EC40 型となった1万型電気機関車による運転が始まりました。この電化は国鉄初のもので、走行用線路の脇に敷設した第三機場というレールから電気を取り入れる方式を採用しました。電圧は直流600V で、駅の構内では安全のため架線からの終電を行っていました。蒸気機関車時代に75分もかかった横川軽井沢間は、この1万型機関車によっておよそ50分に短縮されました。そして昭和11年、ED42 型に交代するまで活躍を続けていました。合計4台の ED42 型に挟まれたキハ82系ディーゼル特急白鳥が碓氷峡を渡っていきます。EF63 型による粘着運転が実現されるまで、アプトの守り神として働いてきたのがこの ED42 型です。 ED42 型はドイツから輸入された1万型に対し、純国産の機関車として昭和9年から運転を開始しました。以来戦前戦後を通して30年間、昭和38年9月30日にアプト式運転の終了を迎えるまで碓氷峠に挑み続けてきました。走り出した新幹線は E2 系浅間号です。路線は信越本線の北側に大きく迂回し、勾配も緩くはなりましたが、それでも新幹線では初めての連続30パーミルという急勾配になっています。この勾配にもかかわらず、最高速度は260キロで、車両は勾配対策と高速性能等を併せ持つパワフルなものとなりました。ここからは再び各地で活躍するいろいろな列車をご紹介しましょう。ただいま出発したボンネットタイプの特急列車は
信越本線に初めて登場した当時の181系電車による朝間号です。先ほどご紹介した189系電車と違って、碓氷峠では電車のモーターは協調運転できずに EF63 によって押し上げられるだけでした。パステルブルーのボディに大きな窓の電車は251系、東京と伊豆を結ぶリゾート特急スーパービュー踊り子号です。列車名の頭文字を取って SVO とも呼ばれています。メタリックシルバーの電車は翼号400系、締結している電車はオリジナルカラーの200系です。この編成は平成4年新幹線を利用して東京から奥羽本線山形への直通運転が開始され、ミニ新幹線として採用された時の編成を再現したものです。現在は小町号にも使用されている E3 系も仲間入りし、運転区間は新庄まで延長されてカラーリングも変更されています。先頭部、丸い車体、まるで飛行機のような形の新幹線は皆様よくご存知の500系のぞみ号です。空気抵抗を減らすためにこのようなスピード感あふれる形で開発され、世界最高速度の時速300キロを誇り、東京から九州の博多まで 1170km を5時間を切るスピードで結んでいます。窓周りの特急電車は485系です。交流区間と直流区間を直通運転できる特急電車として全国各地で活躍しています。このジオラマではグリーン車と食堂車を連結した往年の編成を目にかけています。オレンジとグリーンに塗り分けられた電車は急行型の165系です。勾配の急な区間にも対応できる強力なモーターとブレーキ装置を持つ車両で、この碓氷峠にも急行信州や戸隠などの名で登場しました。
役の EF63 は峠から到着した列車から解放され、構内の外れに引き上げていきます。蒸気機関車によるアプト運転に始まり、1番型 ED42 型などの電気機関車を経て、さらにアプトから EF63 の粘着運転へと、常に峠への挑戦で明け暮れた横川軽井沢間、通称横軽の薄い峠も、平成9年10月には長野新幹線の開業により、104年の歴史に幕を閉じてしまいました。使用されています。車内は居住性を高めた個室を中心に構成されています。皆様とご一緒に楽しんでまいりました模型列車の旅も、そろそろ終着駅が近づいてまいりました。鉄道歴史ジオラマをお楽しみいただきましたでしょうか。ここ薄井峠鉄道文化村には、実物車両をはじめ数々の模型、記録写真、その他貴重な資料など、さまざまな展示物がございます。どうぞごゆっくりとお過ごしください。